開けてみて。はい、どうもこんにちは。デスクは黒向けて開けてきます。これ小さい。なんて言った？え？今日はクラムグリッターを開けていきますって言った。クラムグリッター。手がとっても邪魔だよ。うん。はい、じゃあお願いします。ペリペリ。これは何？あ、ハートだ。ハート。とここ哺乳瓶になってるんだね。気づかなかった。バーコードのところ。今まで気づかなかったよ。これはタカラトミーさんだよ。じゃあ開けていきます。ちょっと欲しい、すーちゃん。そう。何通ってるの？この子の名前なんだっけ？あ、スノージャムズちゃん。うわうわうわ。スノージャムズちゃんだよー、ラララ。めっちゃ近いよ。この子お靴まだ出てないんだよね。そうそう。開け忘れてるんだよね。そうそう。そっちが先じゃないかな。あ、そうだった。いいの、グラムグリッター開けて。うん。てかもうそもそも見えてるし、かもそもそももうあれなんだっけ、グラムグリッターは今のところ2つかスパイスちゃんとココナッツキューティーちゃん、うんですね。まあ、いや全部剥がしてから。あ、待って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 、なになに、星。あ、星だ。あまり上だとね光って見えないんだよね。はい、影をどうぞ。てかさ、開けてる時にさ、自分思ったんだけど。見つけた見つけた見つけた。何？ダラン。ああ。シークレットメッセージ。ね、ちょ、貸して貸して。White。近い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 。カメラアクション。いや近いよ近いよにゃん。どうしてどうしてどうして、わかんないじゃん、見えないでしょ。てか近いとぼやけて見えないんですけど。あー、なるほど、そういうこと。まあ好きに開けてって気にしないで。はい。あれ、これ前と一緒なんだけど。あれ、前と一緒なんだけど。うん、ココナッツキューティーちゃんが出た時のがこれで、今回のがは落ちた。同じ同じ。かぶる、かぶるのか。かぶらないでくれ。同じシルエット、これだけみたい。ちなみに我々はまだブラックしか持っていない。これもブラックじゃん。ブラックか。クッキー。本当？クッキー、自己紹介して。あ、こんにちは、クッキーです。キーちゃんが開けてる間、クッキーが一人でお話しするよ。クッキーは同心っていう会社で作られた日本製のクマです。うん、ピンクのクマです。決してハゲているわけではありませんが、ハゲています。あー、うん、詳しい解説ありがとう。いっぱいハゲるまでキイちゃんに遊んでもらったの。で、キイちゃんこれ見えてない。だいたいこの辺、空気、この辺が見やすい。空気、説明はもういいのだよ。あるかな、マロカこれ。ファスナー見てなかった。ねえねえ、そういうことしてるからさ、時間が経っちゃう。あ、そうだったんだ。そうそう。うん、ファスナーはダイヤ。ダイヤ。ファスナーはダイヤです。これが、ボールは黒。絶対にレアじゃない。自信がある。絶対に不安な自信がある。また不安なの？なんでいつもいつもそんなに不安なの？だってさ、同じやつでさ、かぶったら困るし、しかもこれで開けてるときは、あの、なんか服とかにさ、なんか、着るとき、かぶったら困るの？なんで困るの？困るっていうか、別の子が欲しいからじゃ。でも、同じ子でも双子ちゃんで可愛いって言ってたよ、この前。可愛いって言ってたよ、この前。一緒。キムちゃん全然見えない。いや、こっちが開けれないもんでね。玉乗りしてるんだけど、なんだか、あとで玉乗りしてるんだからね。ここ何かあった。ここに何かある。うん、出していくよ。出して出して出して。あ、空気、うん、
大事になくならないよう持っといてね。どこか。あ蓋についてきたよ。空気それ足。きっとこれはボトルだよ。よいしょ。じゃあ蓋の開けていきます。よいしょっと。わわわわわ。違う。キラキラの靴だ。キラキラの靴？嫌な予感？嫌な予感ってどうですか？ちょっと見てみようか。ちょっと見てみようか。キラキラの靴。ココナッツキューティーちゃんだけじゃない？このキラキラって。うん。あちゃあちゃあちゃる。ちゃ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 。かぶっちゃった。じゃあちょっと置いとこう。置いとこうって？もう一個の持ってきて。もう一個？どういうことだ？ていうかこっちに大きいのは開けないのかな。巻ききれない巻ききれない。気になって気になってしょうがない。パパッと開けちゃって。パパッと開けちゃう。はいはいはい。もうクリスマスに開けるとかって言ってたけど開けちゃうのかい。開けちゃうんだよ。開けたいからね。うん。だって新しいのを紹介したいでしょ。うん。あ、でも動画では紹介してないか。ココナッツキューティーちゃん。開けちゃって。いっちゃって。黒だ。黒だ。そしてシークレットシールは？シークレットメッセージ。見せて。クッキーの声になってそれだったら。取ってあげる。はい。なんでなの？なんでまた？だよね。これまたちょっと開けてみようか。ちょっと待って、サイズ感。やばい、一緒だ。戻せ。じゃあちょっと待って、もう一個も行ってみよう。え？ちょっと待ってくる。サンタさんの超絶サプライズ二つ目。あ、そっか、空気。親切にしたり。あと、継続して努力したり。キイちゃんは算数検定と漢字検定を頑張ったんだよ。それで？その2つを頑張ったから2つのサプライズなんじゃない？全部が一緒っていうサプライズ。やめて。いや、そうなんじゃない？ちょっとレア出てほしい。いや、そんな気がする。全部が一緒なんじゃないの？いや、レアだったらっていうか違う子だったらいいけど、なんかね、嫌な予感しかしないの僕だけ？違うね。私も嫌な予感しかしないよ。シークレットメッセージはどこ行った？落ちてる。これ？いや、ちょっと待って。違うかもしれない。まだ出てない。まだ出てない。これ取ったところであるのかも。マジの。え、ないっていうこともあるの？え、ないことってあるの？開かないし。ドキドキする。反対じゃない？いや、開かないんだよ。反対じゃないと？よくわかんないけど、硬い。反対じゃない？反対、あ、反対だ。やばいよ。違うよね。てかレアだったら嬉しい。いや、レアじゃなくても嬉しい。とりあえず違う子来て。ちゃんと開けれた。まだ出てこない。あれ？シールも出てこないよ。シールどこ？あ、空気映ってると可愛いね。ありがとう。
クッキー、あのニャーちゃんのアイコンにしてもらったんでしょ。え、嘘、いつの間にニャーそんなことしちゃったの。キューロだこれ当たったことないぞよいしょ、わかんないからいいや。靴チェック。あれ、え、これボトルじゃん。これボトルだ。ボトル何色だったっけ。ボトルは、ね、確か緑。これ違う。よいしょ、ちょっと靴で分かっちゃうよ。これ靴大きいんじゃない？うん。お、違う。開けてみよう。全部開けてからね。え、これがもう最後？なんか自分的にアウトな気がするんだけど、気のせい？やべえ。ごめん、ね。また黒いよ。一回まで当たったことがないよ。できます。ちゃうよ。ここあるよ。なんでだろう。紙を口に見るとちょっと薄いって感じなんだよね。袋が。そしてなぜか開けれないというね。あ、開けるとべ。はい。ラインナップと。なんかもういろいろと落ちてきた。あとは袋、え、道路の袋だけ。何個入ってるの。1,2,3,4,5。袋あった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 。これから開けていきます。何なんだ。え、何これ。え、ちょ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 、キリオスキューティーじゃない、このやつは。キリオスキューティー、だってこの子しかいないもんね。わお、てか私一回までは出たことないんだけど、うわ、めっちゃすごい。カメラ越しだからな、本当にカメラ越しだからな。あれ、なんで自分が手を動かすとなんかピントがずれるんだけど。え、ないか。うわー、かわいい。これ本当にキロスキューティー、キロスキューティーだ。え、まだ出てないよ、これか。よいしょっと。めっちゃかわいいアリスが履いてそうな靴。服もめっちゃラメラメだった。気づいた。最後のバーベルに入ってくる。うわー、わー、かわいい。かわいい。違う、出てた。出てたんだよ。ああ。だって前1個あって、で、今3つ開けたでしょ、うん、やっぱし落ちてきたやつだ、うん、ねえ、邪魔。全部一緒だね。いや、君は全部一緒だった。全部一緒のやつなのに、なぜか1個だけ違う。まあ、服着せていこう。キルスキューティーちゃん、この子が出たんだね。うん。
今隠してるからね。スパイスちゃんも可愛いし、ココナッツキューティーちゃんは服がね、なんか色のバランスが微妙なんだよ。だから違う服を着せてあげた方がいいと思うんだよね。でもこの子はどうやってつけるの、これどうやってつけるの。キュリオスキューティー、カチューシャだと思う。君の後ろにぐっさす、こうか。こっちもこっちだったかな。よいしょ、はまらないし。うわ、衝撃でハマってた。てかこれなんかよくよく見て聞かせれないね、後ろ見せられねえわ、ほら。カメラ越しだと難しい、刺しちゃおう。こんな感じの子ありました。やった、新しい子出た。でもね、一応夏の手がベトベトになっていた。見せた？キュリオスキューティーちゃん、なんかね、靴がね、あのアイスがね入って、そんなに、ね、ここはラメがついてるの。ラメすごい、目もキラキラ、すごいね、うん、手が邪魔ですね。アップで見えない、ね。ヒントあった。あ、手なんていうの、パール系の手袋してる。おう、これはね、ちょっと上に上げると綺麗に切れたりする。何をしてるんだい、うん、何をしてるんだい。だってさ、あのちょっと待ってて、今出た子さ紹介してないから、ちょっと待ってね。